アイドルグループ、SKE48 の須田あかりが、15日深夜に放送された TBS 系バラエテ。番組、有田鉄平の夢なら覚めないで、毎週火曜23時56分から24時55分まで、に出演。夜中の楽しみとして、整形パトロール、をしていることを明かした。須田あかり今回のテーマは、オブス女子の愚痴大放出 SP。須田は、最近可愛くなった子を見つけると、インターネットでその子の名前と、整形。で検索し、整形しているかチェックする、整形パトロール、をしていると告白。可愛くなった子がいると理由が知りたいんです。目が大きくなったのか、鼻が少し変わったんだな、どのタイミングでやったのかなとか、めちゃめちゃ調べます、と話した。そして、MC のクリームシチュー、有田鉄平が、蔓延してるの。と尋ねると、テレビに出ている方は多いです、と答え、また。パトロールの成果を求められると、すごいなっていう意味も込めて一人挙げるなら、と、オンエアでは名前を伏せて実名告白。何がすごいって端的に変えるんじゃなくて、シーズンごとに顔面の流行りってあるじゃないですか。シーズンに合わせて調整されていると意識高いなって、と語った。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。